フィバルクラブ、ご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。えー、っと、もちろん、あの、グローバーリズムとかですね。えー、それから、中国の攻撃の問題だとか、えー、ドルの暴落だとか、まあ、こういった問題も非常に大きいし、また、来年の春はね、えー、賃金の上昇が問題になってますが、実は30年間、日本人の給料は460万の変わらなかった。 それは内部留保かね。企業の内部留保ってのは企業のどっかの金庫にしまったり、外国のものを買ったりするんですが、そういったものは倍増したんですけども、賃金は全然変わらない。こういった大きな問題あるんですけども、同時に現在このひばりクラブでやってるのは家庭の問題ですね。個人の生活っのは大きく変わったわけですね。男性にとっては戦争がなくなって兵隊に行くことがなくなったっていうのが非常に大きいですね。女性にとっては 家電製品が普及して洗濯がなくなった。冷蔵庫が普及したっていう。これがまあ、ものすごく大きいですね。それからもう一つは、まあ、えー、寿命が伸びましてね。今から100年前は日本人の平均寿命は43歳だった。今はもう100歳以と言われるようになりましてね。第二の人生をどう送るか。つまり、えー、50歳以上になりますとね。昔はいわば隠居の状態であと15年をどこで過ごすかっていう問題ですね。 ですから子供との同居っていうのも可能だったんですけど、現在100歳時代になりますと、子供の子供ですね、孫がもう大学生ぐらいになって、まだ親の方、おばあちゃんおじいちゃんの方あと50年あると。ま、いうことなんで、これはちょっと同居ってわけにもいかないだろうって言って、家族カは進んだわけですね。しかし、従来の方式が残ってるわけですね。例えば、ここのひばりクラブでは、少し前に、この前にやりましたように、 えーと、女性の仕事は仕事ではない。女性が男性の仕事をしたときだけ仕事と認定するというような統計が行われ、そういう賃金体系でもあるんですね。これなんかもう全く直さないゃいけない問題なんです。それからもう一つは家族の問題ですね。従来日本っていうのは戸籍でもって社会を構成してました。つまり家庭の単位というもので構成してましたね。個人ではありませんでした。 ええと、まあ、あんまり勉強してない女性の運動家なんていうのは、<laughs> 変なこと言ってますけども、世界で戸籍のあるのは日本だけ。日本だけですともいいんですね。本当は7カ国ありますけど、まあ、ほとんど日本の戸籍が戸籍なんですね。つまりこれは概念がどういう概念があるかってことによって決まるわけですね。社会を個人の単位として社会を構成するか。日本のように家庭を一つの単位として構成するかっていう問題があるんですね。私なんかは家庭を単位にした方がいいと思ってるのは、 僕は子供が中心だからなんですよ。大人はね、何とでも自分で人生を変えられる。しかし子供ってのは変えられない。だから子供ってのはそれで自分で生まれたいと思って生まれてきたわけじゃない。親が子供を産みたいと思って生まれてきた。そういう二つの問題がありますから、やはり親は全力で子供の幸福のことを考えなきゃいけないと思ってるんですね。それで私の見るところですよ。これは人によって違いがあると思いますし、私は男性なんでね。 女性の感覚ってのはちょっとやっぱりずれてるんですよ。もしょうがないんですけどね。えー、まあ、やはり子供はね、やっぱり親がいて、家庭がいて、やっぱり育つと。どんなに妥協してもね、中学校卒業の15歳まではですね、やっぱり子供は親と一緒に育つのがいいと思います。まあ、特別な場合で、ダメな場合は別ですけどね。できれば20歳までという感じですね。20歳まで親元から通って、 まああの、大学に行ったら22になりますし、高校で卒業するなら18ってことになりますが、まあおおよそ20歳までは親と過ごす。そうすると、両親と子供で育つと。それも笑いの絶えない家庭で育つと。これがやっぱり理想系だと僕は思ってるんですよ。いやこれ違う人もいるんでね。まああの、なんとも言えないんですけど、もう生まれた途端に個人でいいと。個人に預けて、まあ今で言えば保育園ですね。 別に一人でいいって言ったら、やっぱりね、赤ちゃんは寂しいんですよ。お母さんが必要なの。それからやはり、小学校の高学年になってもね、立派なお父さんがいて、何、えー、か頼りになるっていうなことが必要なんですね。特にあの、えー、人間の遺伝っていうのはですね、えー、と、男と女が平等じゃないんですよ。平等じゃないっていうか、どっちが上とか下じゃないんですよ。女性は非常に大切なんで、 完全な体を作ろうとするんですよ、人間は。そうすると遺伝は犠牲にしなきゃいけないんで、お母さんと娘の間では遺伝はですね、呼吸の遺伝子がちょっと引き継ぐぐらいで、他はあんまり性質とか、そういう性格ね、一番重要な人間の性格、こういったものは遺伝しないんですね。と、えー、いうのは、その、女性はやっぱり一人一人がすごく大切なんで、最良の形で生まれるんですね。ですから、あの、 女の人を生で呼ばないで、武田国彦ってなったら、男ですと武田の方を呼ぶんですけど、女の人だったら、何子さんの方ね、み子さんとかね、そっちの方を呼ぶのは意味があってですね、全然これ女性別子でも何でもないんですよね。女性は一人一人が完結してるんです、えー。だけど男性は親父の遺伝子をそっくりもらいますので、遺伝を主体とするんですね。やっぱり人間という子族を保つためには、 遺伝の要素と、それから完全な体っていうのが二つが必要なんです。それ二つとも同時に満足することが生物的にできなかったんですよ。それでしょうがないから男の方は多少の犠牲を承知でね、親父の遺伝子をそっくりもらう。これが Y 遺伝子ですね。ですからそれの一つの我々が男系男子相続の天皇陛下。これも男系男子じゃないと遺伝はいけませんからね。 女系っていうのはダメなんですね。いや、遺伝を取得するならですよ。別のことを、別に男性が偉いとか言ってんじゃありませんからね。その代わり遺伝を引き継ぎますから、その分だけ男性は体が弱くなりましてね。もちろん風邪も引きやすくなる。それから下痢もしやすくなる。それから血友病みたいに、遺伝病はですね、別で遺伝子病も血友病も全部、男の子供は死にますけど、女性の子供には遺伝しません。もしくは死にませんね。 ですから大体現在の社会で1000人あたり56人、えー、男の子の方が多く死ぬと。これはあの、別に遺伝的にしょうがないんですね。それから癌もね、ちょうど癌も、えー、女性の癌の罹患率、癌、まあ、になる比率ですね。それに対して男性の罹患率は約2倍ですね。これもやはり男性を弱く作ってあります。つまり、男性は遺伝を主として作って体が弱い。女性は個人個人が丈夫なことを 大切ですので、それで遺伝はしないっていうことなんですね。ですから、まあ、平均寿命でも女性が88歳、男性が81歳っていうのもですね、あの、それが表るの現れなこういうのは生物学なんで、できれば生物学の原理原則に沿って社会システムを作るのが私なんかいいと思ってるんですね。これに逆らいますとね、ものすごく大きな問題がいっぱい生じてきますね。まあ、そういうことなんですね。それで戸籍を作って、やっぱり、 父親と母親。で、父親には、哺乳動物の父親には、子殺しっていうの癖がありましてね、遺伝子がありまして。で、自分の子供を殺すんですね。ですから、どうしても子育ては母親中心でなければならないと。これはまあ、危険がありますからね。これは動物の親子っていう写真をもしあれだっしたら、見てみるとわかるんですけども、ライオンにしても、クマにしても、それから猿にしてもですね、親子っていうのは必ず母親と子供です。 父親と子供というペアはありません。それは父親が子供を殺すからですね。基本的にはそういうことです。他の理由もありますけど、もちろんおっぱいが出ないとかそういうのもあるんですが。まあまあそういうことですね。ですからまあ、日本人が世界で戸籍を作ったっていうのは、日本文明で素晴らしいことですね。素晴らしいことです。それで父親と母親が協力して子供を育てる。それで、まあ二十歳まで。昔はまあ大体16歳が元服ですから、 まあ16歳までっていうことになるんですが、まあ、平均寿命は伸びてきてましたからね。二十歳までは親のもとで過ごすと。まあ、非常に良い制度ですね。それだしかし、家庭が笑いが絶えないっていうことが一つの前提ですんでね。